はい、今回のテーマとしては相手のドライブに対するフォアハンドでのナックルブロックのポイントについて解説をしていきたいと思います。表ソフトを張る選手、またペンホルダーの選手はバックにドライブを打たれた時に、自分から様々な変化をつけることはあると思うんですけど、フォアにドライブを打たれた時って意外とただ止めるだけかカウンター気味に打ち返す、この2つになってしまうことが多いんですよね。それだけでも構わないんですけど、やはりカウンターができない時にただのブロックになってしまう、それだけじゃもったいないですよね。そこで今回は相手のドライブに対して強いナックルを作って自分から返球をするポイントについて解説をしていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、フォアハンドでのナックルブロックを行うときに意識していただきたいポイントの1つ目としては、面をやや開き、ラケットの先端を横に向けるということです。この技術はやはり自分からナックルを作る技術なので、ラケットの先端が下がってしまうとボールに全身回転が加わってしまうんですね。基本のフォアハンドの場合はそれでも構わないんですけど、やはりナックルを作る上では先端が横か、可能なのであればちょっと斜め上に上がっている状態を作っていただいた方がいいです。そうすることでボールを上から押さえ込みやすくなってくるんですね。その時のグリップの作り方の私のおすすめとしては、若干浅く持ってもらうということです。ラケットの先端が下がってしまう人の特徴というのは、グリップが深い選手が多いと思います。親指がちょっとこう斜めに入ってしまうグリップになってしまうと、上げることってやや難しくなってくるので、ちょっと浅め、親指が浅くなってそこで力を入れて持ってもらうと、ラケットの先端が横を向きやすくなってくるかなと思います。なので日本式ペンホルダーの選手はこの技術すごいやりやすいと思っていて、人差し指にコルクを引っ掛けてこうやって持つような形を作ってもらったら、先端が勝手に上がるんで、ナックルブロックに適した面の作り方がやりやすいかなと思います。面があまりかぶさるのも良くないので、フラットボールに対して水平か、ややラケットが上に向いた状態を作ってボールを捉えにいくようにしましょう。こちらが1つ目になってきます。2つ目のポイントとしては、ボールが落ちてすぐの頂点前あたりを捉えて上から削り下ろすということです。基本的には相手の回転量を利用して研究したい技術になってくるので、あんまりタイミングを落としたくないです。タイミングが早い方が相手の力を利用することができるので、極力早いところ、ただあまりにも早いところで取ろうとしてしまうと手だけ合わせに行ったりとか体が突っ込んでしまうことにもなるので、しっかり自分の中でタイミングを取って速いところを取れるようにまずは意識をしましょう。そして上から削る、これがナックルを作るためのポイントですよね。ただ打点早く前に押すだけだと普通のフォアブロックになってしまうので、やや上から押さえ込むように削ってあげることがこの技術のすごい大事な要素になってきて、上から削り下ろすためにも打点はやっぱり速い方がいいんですよ。落としたところであったり高いところで上から削ろうとしてしまうと、下回転を加えすぎてボールがホップしてしまう恐れがあるので、タイミングを速いところでパンって押さえてあげる。以前私が解説をさせていただいたこのギロチンプッシュも同じ意味合いを持ってくるんですけど、打点はやっぱり遅らせるよりも早くそこで取ることによって上から削り下ろしても台の中に収まってくれる、また台の奥にボールが落ちて相手が簡単に返すことができないいやらしいブロックにすることができるようになってきます。質を上げようと思ったらラケット面をやや上に向けるぐらいにしてもらった方が重たいナックルを出せるんですけど、それだと初めはミスが出てしまうなと思う方は、ラケット面をやや横にしてもらうことがおすすめになっております。ただ上に向けるからといって親指の力を完全に外してしまって技術を行ってしまうと、手首を使いすぎてしまって安定のしない状態になってしまうので、ナックルブロックのための角度は作るといえど、親指中指といったフォアハンドの基本のグリップの意識はなくさないようにしていただきたいです。
めのポイントとしては、タイミングを合わせて体で抑え込みにかかるということです。まあ、相手の回転のかかったボールに対して、面をフラットにしてナックルブロックを行うということは、やはり相手の回転に負ける可能性も出てくるんですね。その回転に負けないようにボールを抑え込むのは手じゃなくて体です。まあ、これはカウンタースマッシュをするときでも共通しているんですけど、ちょっと左半身でクッて押さえにかかるような動作を行ってもらうことによって、相手の回転のかかったボールに対しても、まあ、負けにくくしっかり台に収まってくれるようになります。まあ、イメージとしては左足をちょっと踏むようなイメージで、まあ、右左といった形でフォアハンドを打つことが多いと思うんですけど、その左でしっかりボールに負けないようにグッて押さえ込むことによって、球をしっかり台の中に収める感覚が身につくと思いますので、ぜひとも取り入れていただきたいです。一番良くない例としては、手を下げて体が伸び上がってしまう。こうなるともうボールを台の中に収められる要素がなくなってしまうので、つま先立ちになってしまうであったり、体から明らかに離れたところでボールを捉えてしまう、こういった状態にはならないように注意していただきたいです。まあ、あくまで体で抑えにかかる技術ですので、自分の打球ポイントというのもしっかり体の前で取れるように立ち位置を調整して技術を行うようにはしましょう。注意点としては、基本的にはループ、相手の速いボールに対しては、この技術を取り入れすぎないようにしましょう。速いボールに対してバチッてこう抑え込む技術をやりすぎてしまうと、球のスピードもあるのでタイミングも取りにくく、難易度が跳ね上がってしまうので、ちょっと相手が持ち上げたような緩いループドライブに対して、上から削るような技術を使ってもらうといいかなと思います。そのための展開作りも必要になってきますね。厳しい突っつきを送るであったり、相手が詰まるようなサーブを出す、そういったところからこのナックルブロックを取り入れてもらうと、速いカウンタースマッシュ以外でも、先手を取り得点とつなげることもできるようになってきますので、ぜひとも一度お試しください。ご視聴ありがとうございました。